印で食べても痩せる食材選んできました。今回は発酵食品シリーズなんです。私も大好きなね、この発酵食品シリーズ、あなたにも今からお伝えしていきたいと思います。3つありますが、まず1つ目です。こちら。国産米で作った塩麹です。塩麹、もうこれはですね、私も常に使っておりまして、例えば、あなたがもしこれをですね手作りしようと思ったら、私も手作りしてるんですけれども、材料がこちらです。米麹、私は乾燥タイプを使っております。乾燥タイプの米麹 100g、 あと天然のお塩が 35g、 そこに天然水、浄水でもいいですよ、100から 110g をその保存容器にですね全部入れてよくかき混ぜるんです。ところがですね、これはすぐに食べれない、使えないんですね。発酵しないといけないわけですから、夏場でしたらだいたい1週間ぐらい、7日間ぐらいかけてね出来上がるんですよ。ただ今時期もうだんだん寒くなってきてるじゃないですか。そうするとですね、私の手作りのこの塩麹もゆっくり発酵するんですよね。だからほぼ倍、長くて、真冬なんかは2週間ぐらいね発酵するのに時間がかかる。でまた毎日毎日必ず最低1回はよくかき混ぜてあげないとカビが発生したりもするんですよね。そしても うっかり私もその段取り、期間をですね読み間違えて、もしくはストックしてある塩麹を使いすぎてしまってですね、しまった塩麹がないとか、もしくは使いたいけどまだ発酵してないとかね、いろんな物語が起こるわけですよ。でその時に私こちら無印良品さんで見つけたこの国産米で作った塩麹をストックしておくんですね。そうすることで「しまった」がね、解消されるわけなんです。でここにも書いてありますけれども、国産米の米麹と塩だけで作ったまろやかな塩味の発酵調味料で、また魚や肉の下味付けにもおすすめですって書いてあるんですが、裏の原材料を見ていただくと米（国産）と食塩のみでできてるんですね。もう化学調味料であったり、もうその香料であったりですね、そういった余計なものが一切入っていない。もうさすが無印さんですよね。で私こちら裏見てて、そうそうと思うことがねここにも書いてあるんですけれども、もうまず使用例としては、そのお肉やお魚の下味にねつけておいて焼くだけでもめっちゃくちゃ美味しいんですよ。柔らかくなって、私もしょっちゅう使うんですよね。でまた野菜炒めであったりですとか、もう本当にね万能調味料なので、あなたが普段使っているそのお塩の代わりに塩麹に変えるだけでものすごいお料理美味しくなりますよ。もうぜひぜひ使ってみてくださいね。で私はまた納豆のタレにもこの塩麹入れるんですね、ちょい足しで。また別動画でもこの、納豆のタレのレシピをお伝えしていますので、チェックしてみてくださいね。でまたですね、お野菜に揉み込んでお漬物にも簡単な漬物できるんですね。本当ジップロックみたいなああいう袋に、お野菜、お好みのお野菜入れていただいて、適量塩麹でよく揉んで、半日から1日経てももう食べ頃です。もう簡単にお漬物もできますから、普段お野菜不足のあなたがもしそのお困りの時はですね、もうパッとこれにつけるだけで本当に奥深い味がします。もういいお仕事してくれるんですね。ですからあなたもぜひぜひこの塩麹、手作りもおすすめなんですけれども、この無印さんも安心安全で、しかも美味しいのでぜひぜひ使ってみてくださいね。またこの私発酵食品なんでおすすめしているかと言いますと、ズバリあなたの腸内環境を良くしてくれるからなんです。なぜ良くなるかと言いますと、この発酵食品を摂ることであなたの腸内にいる善玉菌と呼ばれる、痩せ菌を増やすことができる。しかも元気になっていつまでも居続けてもらうことができるわけなんですね。でその結果痩せ菌が増えるわけですから、あなたはこの美味しく塩麹のメニューを摂りながら食べながらこう痩せることができる、痩せ体質になることができるんです。しっかりやはりベースに栄養が取れていないと、どんなにその、食事制限をしたとしてもきつい運動を頑張ったとしても、あなたは長期的に痩せることができない、もしくは痩せたとしても必ずその先には残念ながらリバウンドがね待っているんですね。そのような無駄なことをしていただきたくない、また結果を出していただいて長期的に健康で綺麗に痩せていただきたいので、私はこの発酵食品をものすごくね大切にしてますし、もう毎回毎回お伝えしてるんですよね。この腸活にご興味ある方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからね直接ご登録後、直接私と1対1でやり取りしておりますので、ぜひご必要な方はそちらからご相談くださいね。では2つ目いってみましょう。こちら醤油麹です。無印さんの国産米で作った醤油麹ですね。国産米の米麹と醤油だけで作った発酵調味料です。麹の甘みと醤油の旨みで風味豊かに仕上げました。でもまさにその通りで、こちらも原材料を見てみましょう。米国産と醤油だけなんです。もうこれも完全無添加ですよね。でこの使い方なんですけれども、先ほど同じですね、塩麹と同じなんですが、これがですねもう先ほど同じです。醤油麹ってね簡単に作れるんですよね。私も作っています。私は乾燥タイプの米麹 150g に対して、同量のお醤油ですよね、お醤油が 150cc をもうとにかく保存容器に入れて、もう毎日1回混ぜるだけなんですね。ただこれもすぐに食べれないのが、ネックですよね。すぐに欲しいと思ってもすぐ食べれないわけですよ。夏場だったらやっぱり1週間、冬場でしたら10日から2週間までもうとにかく混ぜて、その麹が柔らかくなったなっていうのが食べ頃なんですね。そこで私もやらかすわけです。間に合わなかったとかね、使い切っちゃってもうストックなかったってなった時に、この無印良品さんの醤油麹ストックしておくんですよね。もうすっごく便利です。でこれは先ほどと同じように肉や魚の下味にも OK、 もう下味でちょっと程よくつけておいて焼くだけで美味しい。でまた冷ややっことか温豆腐ですよね、この先寒くなってきます。私もレンジでチンしたお豆腐いただくことあるんですけれども、そこにもちょっとつけるだけでも立派な一品になりますし、お刺身もね、お刺身にもバッチリです。お醤油、結局ですね、普段あなたが使っている醤油の代わりが醤油麹と思ってください。もうそれだけであなたの腸内環境が整って、しかも痩せ菌が増えますし、美味しく食べながらですよ、痩せることができるんですよね。でまた私の娘も大好きなんですけれども、きゅうりとか人参とか大根とか野菜スティック作った時に、この醤油麹をちょっとつけて召し上がってみてください。めっちゃくちゃ美味しいです。本当おすすめ。もうお酒のおつまみにもなりますし、腸活、あなたの腸がきれいになりますし、もう本当におすすめのこちら調味料なんですね。では最後3つ目いきましょう。発酵食品シリーズということで、最後はじゃーん、こちらです。もうこれすっごく美味しいんですよ。こちらもこれは何かと言いますと、麹だけで作った甘酒です。酒ですね。もちろん手作りすることもあるんですけれども、やっぱりこれもね時間かかるんですよね。発酵ですから仕方がないんですが、炊飯器でやっぱり56時間かけて発酵しないといけないんですよね。布で保温機能を使って蓋かぶせるんですけれども、そんなに私もそうなんですけどね、あなたもいかがですか？一日中麹をね見張っておくようなお時間ってありますか？56時間もずっとそばに、いるっていうね、私もできないんですよね。もう一日仕事してますので。ですから私はどうしても作れなかった時は、この無印良品さんの甘酒買うんです。ちょっと読んでみますね。国産の米麹から作ったアルコール 0% の甘酒、名前はね甘酒ですがアルコールは入ってませんよ。で砂糖や甘味料を加えず麹本来の甘みを生かしました。でこれ 300g 入っていて、なんとね2倍濃縮タイプなんですね。でこちら裏を見てみると、嬉しいことにこれ1袋あたりでですね、脂質がゼロなんです。脂質ゼロ、油がゼロなんですよね。でも安心して飲めますし、でまた作り方ということで、本品 100g を 100ml のお湯とゆっくり混ぜながら沸騰しない程度に温めてから召し上がってくださいねって書いてます。でこれもおすすめなんですね。もう本当煮詰めて飲むのも OK で、この煮詰めたプラスこうすりおろした生姜とか入れてみてください。めっちゃくちゃ美味しくなります。で体がポカポカしますから、あなたの腸内環境がその発酵食品で善玉菌が増えて、しかも温め効果があると、もうどんどん腸がですね、善動運動活発になっていきますから、もうねふーって汗かくぐらい体ポッカポカに温まりますよ。でまた私がおすすめのレシピがですね、今お伝えしたのはそのお湯ってここね載ってましたけども、私は無調整豆乳と割るんですよ。これねしてみてください。無調整豆乳美味しいですよ。もう立派な、お菓子、スイーツですよねにもなりますし、その豆乳のそのまろやかな風味とその甘酒入れたらもうめちゃくちゃ美味しい。でそこにちょっとねパパッとこうシナモンパウダーとかかけることもあります。もうそうするとね、ほんと台湾スイーツみたいなね感じで、もうものすごく美味しくなりますので、ぜひぜひ試してみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この無印良品さんの発酵食品シリーズ3種類お伝えしましたね。1つ目は塩麹でした。2つ目は醤油麹で、最後は甘酒ですね。でこれがおすすめなのは、まとめますと、とにかく発酵食品であること、そうすることで腸内環境が整って痩せ体質になれる。でプラス無添加であること。でこれ無添加じゃないとですね、あなたの腸やその肝臓が弱ってしまって、もうダイエットいくらしてもねダメなんですよ。もう絶対に長期的に痩せることはできません。なのであなたもこの無印良品さんの発酵食品シリーズを美味しく使って美味しく食べながら、どんどん綺麗に痩せていってくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが長期的にですね、綺麗に健康的に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。